久保さんまあちょっと考えてみると全部動画ですね <laughs> まあ昔はねかなり昔は PDF だったんですけども正直動画っすねもう,もう久保さんの時期からまあね山口、まあ、YouTube にあのライブ放送なかった時もね動画で Ustream でねちょっとやってましたけどまあ動画ですよねだからその山口陸のウェブスクールの あのー、メインコンテンツが20時間ライブっていうね、<laughs> 20時間ライブじゃないな、あのー、なんだ、20時から朝5時,朝5時までやるライブサポートコンテンツみたいなね、なんかそういうのやってましたけど、動画っすよね、そう、動画。で、それをね、まあ、昔は YouTube でライブなかったんで Ustream してましたけど、うん、だからまあ、動画がね、お金になるっていう、<laughs> ありがたいですよね。 うん、これね、昔は本当ね、PDF 何百ページとか作んないといけなかった時があるんですよ。まあ、ちゃんとやってる人はなその、ね、PDF でその説明するのに、まあ、まあページ数はそれは増えますよね、うん。今だったら画面キャプチャーの動画で、ここをクリックしてこうでっていうで、ここをクリックしてこうでも、PDF でやろうと思ったら、めちゃめちゃスクショを取って、囲ってこうやってみたいなの、すげえ大変なんで、ページ量、すごい多くなるんですよね。 それが本当に時代ですよね。時代が進まなかったら、PDF でやるんだったら、全部スクショして、全部そこにこう貼っていかないといけないっていう。<laughs> 超大変ですよね。うん。なんで、まあ、時代だなっていうところですね。だから、まあ、よりかん、だか昔に比べると僕は、なんすかね、簡単になった、稼ぎ方が簡単になったんじゃないかなっていう。 まあね初心者の人からすると動画撮るのも億劫くかもしれないですけど、やっぱ歴史を知ってるので、それを比べるとすげえ今は楽だなと思いますね。んの大変ですよ。まあ昔やってましたけどね、PDF の時は。一個一個スクショして説明するの作って資料作ってましたけど、超大変なんで。うん。まあ動画が売れる時代ですね、うん。てか動画しかないんじゃないですかね。 まあ簡単にこう売れるもの、まあ、簡単に、まあ、費用もかからず、費用もかかわらず、ね、今なんかね、昔に比べると、スマホの性能も非常に上がってますから、別に高度な機材買わなくても、全然綺麗な画質で撮れるしね、iPhone でも十分。iPhone がもうビデオカメラと同じ性能ですよ、もう。もはやもうビデオカメラ作られてないですからね。今、ビデオカメラ撤退してるんで、ほとんどの会社が。 もう新規でビデオカメラ作ってないですよ。昔はね、なんかこういう8ミリあのビデオカメラみたいな、みんな各社作ってましたけど、今もう作ってないですよ、ビデオカメラ。全然販売してないですね。だソニーとか、もうずっと 5, 5、6年販売してなくて、去年ようやくちょっとその、まあ、新商品という形なんだけど、その型番を変えるというか、まあ、後継機みたいな感じで1個出したんですけど、それも5年ぶりかなんかでようやく出たみたいな。でも まあ、新しい性能とかそういうのはないんですよね。うん。だから今、ビデオカメラを買うっていうのが難しくなってきてる。うん。だって新、新製品作ってないんで、どこも。作っても売れないから。そりゃそうですよね。だって iPhone で撮れるんだから <laughs>。ポケットからこう、ポケットにビデオカメラが入る時代ですから。昔はね、ハンディカム、すごいハンディだみたいなね。今、ポケットカムですよね。ポケットにもう、 カメラが高性能、ね、4K 撮れる。<laughs> 4K とかも撮れますからね、iPhone で。うん時代ですね。だからやっぱ、これを生かすか殺すかは、やっぱ、うん、てか、まあ、もったいないなといつも思いますよね。こんな時代に生まれてて、江戸時代に生まれてたら絶対できないじゃないですか。うんあとはね、広島だったら、ね、はあの原爆を落とされたわけなんだけども、焼け野原になった時って何できたっていう。 うん、そ,その時に当時できなかったことは今誰でもやること思うができるので持ってるしね。うん、はいいってらっしゃい。